吉田さん、みんなの銀行いいでしょ。だから私がしつこく勧めるのも分かるでしょ。しつこく勧めるけども、もうパタッとね、言わなくなる時も来るんですよ。例えばね、例のやつもう言ってないでしょ。だから全てのビジネスには旬があってブームがあって、乗らないといけないところがあるんですよ。そして撤退すべき時があるんですよ。これを間違えないと、まあ資産が残していけるかなというところですね。やりすぎるとこれはね、及ばざるがごとして、今度は逆に反動が来ちゃうんですよね。投資とかでも突っ込みすぎたりとか、あの損切りするところをね、利確をするところを逃しちゃうと、もう破産状態になっちゃうわけですよ。だから案件がいいとか悪いとかじゃなくて、それをどういうふうに使っているかってこと、いつ参入していつ撤退するかをきちんとね、見極めないといけないですよね。まあみんなの銀行については、やりすぎたからといってマイナスになることはないんで、とりあえずキャンペーン予算がなくなるまで、広告予算がなくなるまで、1人300人30万円まで上限で設定されますからね。毎日紹介すれば、それは毎日入金あるんじゃないですかね、これは。で、入金がない人でもこれを使うことによって次の信頼が得れると思うんですよ。大体自分のメディアができない人って、お得情報が発信できないから信頼していただけないわけじゃないですか。で、今回これどう考えてもお得情報なんで、みんなの銀行のことを毎日毎日ね、発信したりとか、みんなの銀行の使い方とかで、どうやったらボーナスが取りやすいかみたいな紹介動画をずっと作りかけることによって、みんなの銀行のその専門のね、メールマガジンみたいなやつをやることによって、まあファンが作れると思うんですよね。で、その上で次はこんな案件がありますっていうのが紹介しやすいということで、お得の連鎖っていうのがね、まあできるようなのが情報発信のこう、まあ道だと思いますけど、その第一歩にこのみんなの銀行を使わないと、何を使うんですかってことですよね。こんな分かりやすくって、こんな得しやすいことで、みんなの銀行で1000円ゲットした人はもうね、すでに人に紹介する権利を得てるわけですから、それをやらない手はないかなと思うんですよ。それ以外で1000円稼ごうと思ったら、あれですかね、近くのコンビニで1時間立ち仕事ですかね。それもいいと思いますけどね、そういうんじゃないんですって言うんだったら、このみんなの銀行からやったらいいと思いますよ。で、最初の売上1000円、最初の売上10万円、最初の売上30万円、これが作れるのは確かですからね。その後でみんなの銀行っていうのは、なんで売上が上がるかって言ったら、自分の紹介コードから登録した人がいるからなんですよね。ということは、その人は自分に対して信頼関係を一定持ってるはずなんで、じゃあそこに対して新しい発信メディアをつなげていくってことができるんじゃないかなと思うんですよ。いや、素晴らしいと思いますよ。セルフバックよりもポイントサイトよりも、こんなに早く簡単にお金になるものはないと思いますんでね。ちなみに昨日私はゼロでした。2回目のゼロ。まあでもね、トータル入金額結構いきましたんでね、そろそろ息切れしてきてもいい頃かなとは思いますけども、でも私は新しいね、切り口で新しいその属性の方にアプローチしていく、そんなフェーズがこれから始まってるかなと思いますんで、いろんな切り口でね、例えば車検代を1000円安くする方法みたいな形でリリースしといて、そこにみんなの銀行というのがありますよ、でも多分いいと思うんですよね、うん、吉谷さんの390円の商品を買うために、それをただ同然で買う方法、お釣りまで来る方法みたいなね、390円の商品をゲットして610円のお釣りまでもらう方法みたいなのがあってもいいかなと思う。いろんな切り口がありますよね。これからなんだろう、あ、夏休みのなんか焼肉代を1000円割引く方法みたいな感じでね、実質1000円割引とかっていうのもあらゆる方法で使えるかなと思ってます。ちなみに今回の動画も紹介コードつけておきますので、たまたまこの動画をご覧になった方、ぜひね、みんなの銀行でエントリーしてみてください。いってらっしゃい。